オスペンギン山中の歯が欠けた話。茨城おもしろ研究所。右手が茨城。うわ、茨城の感じになってる。どうも、茨城県住まつ芸人のオスペンギンです。私がデルデルデレスケです。はい、山中貴俊です。ちょっと今回はね、はいはい、やっぱ山中さんがこの間、はいはい、歯が欠けましたよね。そうですね、はい。まあ、デレスケの誕生日を祝って、はい、うん、2人でね、うん、まあ居酒屋さんで、しこたま飲んだわけですよ。飲みましたね、はい。まあ途中から全く記憶もなく、うん、まあ朝起きたら歯が欠けていたと、うん、前はこのまあ多分写真出すようにしますけど、5時半ぐらいから飲んでたんですね、夕方。はいはいはい、そうですね、はい。生まれたばかりの赤ちゃんが家にいますんで、はいはい、まあ10時ぐらいには帰ってくるんじゃないかなと思って、はいはいはい、そうやって言ってあったんですね。まあ10時、10時11時ぐらいには帰ってくるよと。さすがに、さすがにあんな日をまたぐようなことはないよ、まあ、5時半からだぞという話をして、早いよね。まあ飲みに行ったわけですよね、はいはいはい。そら気がついたらベロンベロンになりました。もう記憶もなく、はい、で10時になっても、はい、11時になっても、はい、帰ってこないどころか、はい、僕からの連絡もないということで、はい、まあ心配をしてくれまして、はいはい、まあ電話だったり、あ、まあ、ね、まあ、LINE とか電話があって入ってたんですね、はい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 。ただもう全く気づかず、あ、もう酔っ払ってますんで、はいはい、まあ次の日見て気づいたんですけど、うん、大体1時半か2時ぐらいに家に帰ってたみたいで、うん、こうふわっとねおトイレ行きたくて、うん、起きた時に、うん、パンツ一丁で寝てまして、で気づくんですよね。ああ、こう唇のこの感じとかに違和感を感じてんと思ってベロでこうハーってやったら、 あれ歯がないそんなバカな、あれ俺前歯ないぞと。で、まあおしっこして、はい、まあ、とりあえずすごい眠いんで、はいはいはい、歯がないけど、まあ今増殖もないし、はいはいはい、また寝ちゃうわけですよ、はいはいはい。でまた1時間ぐらい経ったら、うん、なんとなく目が覚めた、うん、やっぱもう一回違和感感じて、うん、あれ夢じゃないと、うん、正直夢であってくれってちょっと思ってたんですけど、うん、これは本当に歯がないぞと、うん、もう何にも覚えてないんで、なるほど、帰ったことも覚えてないんで、はいはいはい、気がついたらベッドの上だったんで。なるほど、気がついたら危ないね、なんかね。そう、まあそんなのを3回ぐらい繰り返して、はい、まあ朝になりまして、はいはいはい、まあその電話見て、はい、こんなに連絡来てたんだと。ああ、もう何十件、うん、でやばいと、うん、で妻と面と向かって、うん、で僕はちょっとおはようと、うん、まあ人間の挨拶だね。そうしたらねえと、おはようじゃないよと。昨日覚えてるみたいな。ああ、怖い、一番怖いね。でまあまあとにかくこれは、うん、まあとにかく謝って、うん、いつもの感じだと、うん、これはそう簡単に許されないぞと。なるほど。もう1日2日どころじゃなく、うん、もう1週間ぐらいこう、ああなるほど、口聞いてもらえなくなるみたいな。おお、なるほどね。なるんじゃないかと、うん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 、思ってたんですけど、謝ってる僕の歯が欠けてるんで、はい、うん、思わずこう妻も吹き出してしまいましてこの顔ね。そう、この顔が出てきたら、で吹き出してしまって、うん、なんかこうちょっと空気が和らいで、お、全然数時間の説教で済むと。あ、まあ数時間って本当1時間なるほど2時間ぐらい、まあガラちゃんとは謝りましたけど、謝り直しましたけど、ああ、だからこれ僕がこの経験を生かしてね、うん、皆さんに言いたいのは、お、それ本当に何かをしでかしてしまった時、はいはい、誰かにとんでもない迷惑をかけてしまった時、うん、謝る時は、うん、歯をかけさせようということなんですよ、ええ、もう歯かけちゃえば、そう、そっち目いっちゃうし。多分結構ね、テレビなんかで不祥事で、はい、賑わすじゃないですか。はい。なんかの会社の社長がとか、はいはいはい、まあ、芸能人がとか。まあまあまあ。歯が綺麗な奴がいくら謝ったって、うん、世間は許しませんよ。歯をかけさせて、謝ってくれと。もうそっち行っちゃうんだね。結構そしたらね、許されんじゃないかなと思って。うん、で、まあ、一応ね、すぐ、その日のうちに歯医者に行って、今はもうこう。ねえ、治ってるもんね。はい、これこっちなんですけど、だからその入れ替えたの、まるまる、いえいえ、半分ぐらいかけてたんで、ね、
そこに多分カパってはめて、まあ、ね、形を揃えたというか。全然わかんなくな。ね。皆さんもじゃあぜひそれってね。いや本当に何かやっちゃったらまず歯を折るとこから始めた方がいいですよ。ね、それが解決の一番の近道。なるほど。まあ本気で反省してるならですよ。はいはい、本気で反省してて許してほしいならまず歯を折りましょう。まあね、ちょっとこの、はい、オモケンファンの人ずっと気になってた、ちょっと、話なんで、はい、これが真相でした。まあ、つまり、逆に真相は分かんないです。なぜ欠けたのかは、誰も分からない。僕も分からないし。また、楽しい動画を撮っていくんで、また見てください。ありがとうございました。さようなら。チャンネル登録とか、グッドボタン、そして、おすすめの動画見てください。お願いします。